ないね。お母さん、今のはダメだろ、らしくないプレーだな。だと車体がでかいからそうでもないので、今度買ったやつはちょっと一回りぐらいちっちゃい、たまりぐらい。だからちょっと怖いです。シート高も高いからちょっとこう不安定な感じになってる。怖い。ああ、普通に買えば。中古じゃないけど下取りと。その修理で10万かかる、10何万かかるっていうのを差し引けば30万お金入る、いろいろ。ただいろんなパーツも入れて ETC とかも乗せ替えてとかいろいろやって30万だから、まあまあまあ、この子が40万なんだけど。ナイジーだ。ナイピーナイ。
ハイリードね。いや、逆に車狙われるよ。あれ。いやいやいや。とりあえず皆さん暴走は男子よ。暴走はやめてね。